アイドル候補生の皆さん、おはようございます。昨日はしっかり休めましたか？さあ、今日からいよいよ最終オーディションが本格的に始動します。身支度を済ませた人からセンターホールに集合。今日から皆さんにやっていただく最初の課題は、課題曲ですか？はい、このオーディションのためのオリジナル曲です。へえ、オリジナル曲なんだ。すごい、本当のアイドルみたいです。ただしデビュー曲ではありません。皆さんはあくまでアイドル候補生。この課題曲でグランツに、つまりあなた方のファンになりうる可能性がある方々に投票をする価値があることをアピールしなければなりません。つまりグランツが私たちの中から誰に投票するか、いわゆる推しを見初めるための曲というわけだな。そういうことです。お披露目は2週間後。ちなみに担当パートの割り振りも皆さん自身にやっていただきます。2週間後、予想以上の短さじゃん。ついにオーディションが本格始動っちゅうわけか。ふん。丸メガネ、無口、準備はできてるか？うい。丸メガネじゃなくてシオン。なんだかドキドキしてきちゃった。わかる。僕なんて昨日からずっとです。めっちゃわかる。そうだったの？みんなすごく元気だから緊張してるの俺だけかと思ってた。それもすっごいわかる。そんなに緊張しなくてもナゴム兄さんなら何の心配もいらないよ。ありがとうカズ。いいなあ、兄弟一緒にオーディション受けられて。俺もノアに会いたい。それよりちゃんと眠れた？ナゴム兄さん、枕変わると眠れなくなるって旅行の時に言ってたよね。うん、少しでも休もうと思って目は閉じてたんだけど、あんまり。僕も結局ちゃんとご飯食べられなかったからお腹空いて。クックもだから太陽としりとりした。クックの日本語の勉強になるかなって思って。俺は気がついたら寝ちゃってたけど。いいな、俺もノアとしりとりしたい。あれ、ねえミオ。今改めて思ったけど、ミオって色白？昨日より一段と白くなって。お取り込み中すみません。ちょっと一枚よろしいでしょうか？え、今写真撮った？あ、そのスマホ昨日渡されたやつ。はい、皆さんの活動を SNS で紹介しないといけませんので。ああ、共用のスマホお借りしてます。今日からアイドル候補生たちの活動が本格始動。みんなで仲良く最初の課題を乗り越えたいと思いますと。みんな仲良くって、この状況で冗談きついやろ。もう一枚よろしいですか？今度はみんなで並んで。はい、行きますよ。アンビバレンツー。自分たちでパート分けか。やっぱじゃんけん？それとも阿弥陀くじ？あ？何言ってんだおめえ。こういう時はパート分けオーディションするのが普通でしょ。パート分けオーディション？あ、太陽さんはアイドル練習生の経験がないから知らないんですね。こういう時はオーディション参加者全員の前で歌とダンスを披露して、どのパートがふさわしいか多数決を取るパート分けオーディションをするのが一般的なんです。オーディションのために課題曲を歌うのに、そのパート分けまでオーディションで決めるんだ。全てのパートに平等に見せ場があるわけではないから。自己紹介ソングでもない限り、目立つパートとそうやないパートがあって当たり前やしな。もちろん目立つパートだけが大切ってわけじゃないんです。そうじゃないパートがあるからこそ曲にメリハリが出るし、目立つパートが生きてくると思うし。だけど、オーディションとなると話は別だ。
この曲が自分たちへの投票を促す機会だとすると、目立てないことがどういうことだかわかるよね。早速だけど、今から課題曲のパート分けオーディションを行いたいと思う。振り付けについてはもらった動画を確認しながら進めていきたい。ちょっと待て、なんでおめえが仕切ってんだ。なんでって。別にいいじゃん、こういうのは向いてる人がやるのが一番っしょ。なんせ伝説の練習生様なんだしさ。あ、仁太郎くんが向いてないって意味じゃなくてね。そんなの当たり前だろうが。話進めてもいい？どうぞどうぞ。それじゃあ、あのさ、パート分けオーディションをやるってのは分かったんだけど、やるならもう少し時間を置いてからにしない？とりあえず明日とか。何のために？今やるべきことはパフォーマンスを高めるために、少しでも早くパートを決めて練習期間を多く取ることだと思うけど。それはそうなんだけど、曲自体今日聴くのが初めてなんだし。初めてなのはみんな一緒だよ。それに実際のアイドルだったら、初めて聴いた曲をその日のうちに歌う仕事なんてザラだ。その中で一番いいパフォーマンスを発揮できなければ、プロになってもやっていけない。それは正論だな、レオン。実力の伴っていないパフォーマンスなど評価以前の問題だ。ただただいや、丸メガネ無口。お前らマジで全然喋らねえけど、ちゃんと話聞いてるか？丸メガネじゃなくて、もういい。あ、ついに訂正を諦めた。大丈夫、ナゴム兄さんの実力なら何も怖くないよ。カズ、あのさ、ん？どうかした？それともナゴム兄さんに言おうかな、オーディション前の大事な時に。ごめん、何でもない。ミオ、アグリ、クック。え？はにゃ？お？どうしたの？とにかく頑張ろうな。うん、もちろん。わあ、パニャニャン。じゃあ早速パート分けオーディション始めようぜ。おめえら全員に俺の凄さを見せてやる。はあ、ざけんな！なんで俺がケツから4番目なんだよ！落ち込まない、ジンタロー。クックより上。大丈夫。大丈夫じゃねえよ！俺はもっとやれる男なんだよ！一番目立つパートがスバルとレオンで、その次が俺とシオン。で、真ん中くらいに目立つパートが8人おって、一番目立たんパートがアグリとナゴム。まさか、飛竜兄弟の兄が最下位なんて。番狂わせってやつ？ごめん、カズ。どうして謝るの？おかしいのはナゴム兄さんの才能を理解しない他の奴らなのに。どうした、伝説の練習生。何か気になることでもあるのか？太陽がオーディション前はあんなにこねてたのに。結果は普通だった。じゃあ何のためにあいつはオーディションに反対したのか。伝説の練習生、お前はそれがわからねえからいつまでも練習生止まりなんだよ。うわぁ、また焦げた。ごめんアグリ、次こそはちゃんとこんがりきつね色のパンケーキにするから。またパンケーキ。うわぁ、盛大に焦げてる。黒い、臭い。アグリが昨日からまともに食べてなくてお腹空かせてたから。お腹空いてなかったら今日のオーディションもっと頑張れたのに。アグリさん、みんなはちゃんとご飯食べた？俺とレオンは冷蔵庫の果物をもらった。僕も。僕とナゴム兄さんも同じです。俺は向こうにあったスナック菓子、カップラーメンくらい置けっつーの。僕は冷蔵庫の牛乳を。クックはお水。牛乳に水ってそれただの水分じゃん。
昨夜は？いや、俺は普通に。緊急事態。どうした丸メガネ。ランドリールームが。なんだこりゃ。一面泡だらけです。洗濯というもの、核の激しいものなのか。ちょっと待って、どんだけ洗剤入れた。そこにあったボトル一本だが。入れすぎだろ、キャップ一杯って書いてあんだろ。清廉な私の衣服だぞ。洗い上がりも清廉でなければなら。だからって一本って。おい無口。どうしたの。無口が床に倒れて泡で溺れてる。貧血かも。ミオさん大丈夫ですか。おい無口。くそ、泡がどんどん湧いてきやがる。おのれ、モリアがいればこんなことには。ああ、びっくりした。やっぱり僕らだけでここで暮らすなんて無理なんだよ。ご飯も食べられないし、洗濯もできないし、この先一年もどうしたらいいの。泣かないでください、アグリさん。だってだって、こんなんじゃなかったら今日のオーディション。パパとママに会いたい。泣くな。そんなに泣かれたら私だってモリアに。クックン、お腹すいた。ミオ。泡かき出せ。なんだこの状況は。まるで地獄絵図やな。どうしよう、やっぱ俺がみんなにパンケーキを。できないんでしょ。またアクシデント起こされたら昨日より収拾がつかなくなる。でも昨日も言っただろ、中途半端にその場の思いつきでやろうとするのは無責任だって。でもこのままじゃ。びっくりした。急にどうしたの昨夜。悪いけどエプロン持ってきてくんね。俺一旦キャラ捨てるわ。